して誠が。どういうこと？なんで鈴が二つも？持ってる鈴は
押して。どうして？それじゃあ、私たち、もしかして。
と、まこと。うん。泉さんの作ったパエリアの味、サキが高波にさらわれたこと、ハルカがクローンだって知った時の衝撃もよく覚えてる。クルミちゃんがいなくなってあの神社に探しに行って、今思えばあの時から全ては始まってたのかも。あの時、神社にさえ行かなければ。それから、あの夜のこともしっかりと覚えてるよ。誠と一緒に、星空を眺めた、あの夜。振り出しに戻っちゃったね。でも、本当にそうなのかな？だって、ひょっとしたら誠の時計、狂ってるかもしれないでしょ？やっぱり腕時計だけじゃ断言はできないよ。他にも確かめてみなくちゃ。本当に、タイムスリップしたのか。まさか。このことは、まだ黙ってた方がいいと思うの。だから、誠も何事もなかったように、いつもの誠っぽく普通にしてて。とにかく、今は確かめることが先決だよ。話はその後でも遅くないでしょ？